こんにちは。どうも。花花小野真紀子です。小島ゆずみです。はーい、元気ですか。最近さ、このなんていうの、顎関節症っていうんですか。あのカクカクする時があるの。私もやった。顎関節症になった。したよね。そうだよね。うん、こんなにオンライン診察みたいになってますけど。症状はどんな感じですか？痛みはありますか？小島さんどうですか？なんか起きた時にちょっとカクカクするんです。フランスパンとかちょっと無理に感じですかね。口はしっかり開きますか？何これ？後でやれよって言うてんの。なんか怒られるわ。なんかこう、噛み締めてんねやろね。ぐっとね。多分、人生をね。ええ感じで言うたけど、あかんで、ね、顎に悪いから。ストレスとかでもね、ぐっとなったりするんでね、まあ、このコロナ禍でちょっとストレスを感じてるのかもしれませんよ。まあまあじゃねえわ。だって ライブがしたいんだもん。そうな。そこはね、そうね、みんなと早く会いたいです、うん、やりましょうね。はい、ちょっとオンラインでもね、そうやっていこう。そうよ、みんな見ててね。はい、今日も、はい、この花のデビューにはもうとっても欠かせない方からコメントが、お祝いコメントいただきましたので、ご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。泉真紀子、元気ですか？FM802 DJ の中島ひろとです。久しぶりです。花花とは本当にね、まあ、知り合って、そしてデビューして、あれよあれよという間にね、まあ、すごく有名になって紅白歌合戦まで出て、その期間って本当短いんだけども、うん、その間濃厚にね、まあ、2人と、そしてね、花花のスタッフの皆さんと802とで、まあすごい時間を過ごさせてもらって、うん、今思えば本当に素晴らしい思い出だなというふうに思います。その後もね、2人は本当に音楽を愛して、音楽を届けることをずっと大事にしてくれて、それが嬉しいなと思っています。20年改めておめでとうございます。ありがとうございます。沖縄行ったね。沖縄行ったな。2人にね、招いてくれて沖縄のライブにね、まあ、その後ちょっと打ち上げでみんなで飲み行って、あれは面白かったですね。面白かったです。まあ、そんな思い出いっぱいありますけどね。まあ、なかなか会えてないんで、またねちょっと一緒に大騒ぎもしたいなと。しましょう。そういう感じが来ればね、やりたいなと思いますけどもね。そうだな、まあ、こうやってあのコメントをするので、一つね、マキコに、はい、ちょっとあの言っとかなきゃいけないことがあるなと思います。俺は一回泉と二人で飯食いに行ったことがあります。おい。まあ、たまたまなんか連絡した、ちょっと近くにいたので一緒に飯食おうっていう話になったんですけども、あったあった。またね、本当に3人で、酒を酌み交わしたり、まあ、飯食ったりする時間もあったらいいなと思ってます。だ、ね、はい、からも応援してます。俺も50人になりました。これからもずっとね、音楽を愛して一緒に頑張っていきましょう。はい、本当に20周年おめでとうございます。ありがとうございます。FM802 DJ の中島ひろとでした。ありがとう。はい、ひろとさん、中島ひろとさんでございました。ちょっとありがとうございます。ちょっと何で迷う。もうやだ、ひろとったらひろとったらなんで今言うんよ。いや、もう何年前の話よ。いや、だから逆にさ、ひろとさんよく覚えてるな。そうね、沖縄行ったのとかもね。ね、そう、行ったね。なんかチャタンのビーチでキャッキャしたの覚えてる。ベロベロでしたから、全員。もう早く終わって飲み行こうぜみたいな感じだって、面白かったでーす。そう、ほんまね。まあ、ひろとさんと、まあ、出会ったおかげでというかね。うん。802さんとご縁ができまして、はい、ねえ、ね、それがなかったら私は多分メジャーデビューとかしてなかったでしょうしね。まあ、そもそもはイーちゃんがひろとさんの名前間違えてファックス送ったのがきっかけやけどな。そう、友達がね、ハッピーファンレディオでね、ああよかったが流れてるよって言って教えてくれて、ありがとうございますって、私ですよ言って当時まだね、メールとかではファックスやったから、ファックス送ってね、したんです。で、歌いに来たらって言われたから、え、いいんですかって言って、じゃあ何もわからんから次の日歌いに行ったんですよね。一回遊びに来なさいと。
そう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 番組来なよって言ってくださってすぐ行ったもんそうそうじゃあ行きます。すごい考えたらよくそんなんで出してもらえて歌わせてもらえてあんなことになるよね本当に。なんかなんでやったんやろでもねそのおかげで本当にすべてはひろとさんのおかげです。ありがとうございます兄貴。はい、過言ではございません。うん、おのともご飯行ってくださいよほんまですよほんまですよそう、その後泉とご飯行ったんだよねのあったまた3人でって言われたから2人じゃねえのかよ、 のかよっていうデートじゃねえのかよあ、いいんですいいんですいいんです全然いいんですよ、ま、たちょっとね、ひろとさんだって50歳ですって。そうですよ見えないね完璧ほんと全然変わらへん。出会った頃と全然お変わりなく。うん。ねえ。ねえ。また番組ももちろんですけどね。はい。ご飯もね。ゆっくりと。いろいろね。うん。落ち着いたら行きましょう。はい。ということで、今日は FM802DJ の中島ひろとさん、ありがとうございました。ありがとうございました。まだ来るかな、メッセージね。もうちょっと欲しいよ。おねがい待ってます。待ってます待ってます。では次回をお楽しみに。花花でした。